背景。逃れて都を出ました。この言葉をご存知ですか？ご存知だったら吹き出したはずです。これはひどく太って気の毒なある女流作家の言葉なのです。けれどもこの一行の言葉には迫真性があります。さて、私も逃れて都を出ました。海中には50円。私はどうしてこうなんでしょう。不安と苦痛の究極まで追い詰められると、不意とふざけた言葉が出るのです。臨終の人の枕元などで突然卑猥なことを言って笑い転げたい衝動を感じるのです。真面目なのです。気持ちはこらえられないくらいに厳粛にこわばっていながら、不意と冗談を言い出すのです。逃れて都を出ましたというのも、私の苦し紛れのおどけでした。態度がはなはだふざけています。第一、あの女流作家に対して失礼です。けれども私は今、でたらめを言わずにはいられません。あなたから長いお手紙をいただき、ただ、こいつはいかんという気持ちで、カバンに、ペン、インク、原稿用紙、辞典、聖書などを詰め込んで、海中には50円。それでも、二度ほど紙幣の枚数を調べてみて、一人うなずき、あたふたと上野駅に駆け込んで、どもりながら、し、渋川と叫んで、切符を買い、汽車に乗り込んでから、なぜだか、にやりと笑いました。やっぱり、どこか、ふざけた書き方ですね。苦し紛れのおどけです。ご解を願います。この、つまらない山の中の温泉場へ来てから、もう、3日になりますが、一つとして、得るところがありませんでした。奇妙な、馬鹿らしい思いで、ただ、うろうろしています。何にもならなかった。仕事は、1枚もできません。宿賃が心配で、原稿用紙の隅に、宿賃の計算ばかり、くしゃくしゃ書き込んでは破り、ごろりと寝転んだりしています。何しにこんなところへ来たのだろう。実に無駄なことをしました。貧乏育ちの私にとっては、ほとんど初めての温泉旅行だったのですが、どうも私はまだ、温泉でゆっくり仕事などできる身分ではないようです。宿賃ばかりが気になっていけません。あなたの長いお手紙が私をうろうろさせました。正直に申し上げると、あなたのお言葉の全部が必ずしも私にとって弔問の一心というわけのものでもなかったし、またあなたの大声知ったが、私の全身を震撼させたというわけでもなかったのです。決して負け惜しみで言っているわけではありません。あなたがお手紙でおっしゃっていることは、すべて私も以前から知筆していました。あなたはそれを私たちよりも会議が少なく、敬意を持って大声で言い切っているだけでありました。もっとも、あなたのような表現の態度こそ、
貴重なものだということも私は忘れておりません。あなたをやはり立派だと思いました。あなたに限らず、あなたの時代の人たちにおいては、シート、その表示とか、ほとんど間髪を入れず、同時に展開するので、私たちは呆然とするばかりです。思ったことと、それを言葉で表現することとの間に、詐称の瞬間、駆け引きの跡も見えないのです。あなたたちは言葉だけで思想してきたのではないでしょうか。思想の訓練と言葉の訓練とぴったり並走させて勉強してきたのではないでしょうか。口下手のあるいは悪文のどもるやつには思想がないということになっていたのではないでしょうか。だからあなたたちは何でもはっきり言い切って、そうして少しも言い残しておりません。子供っぽい、分かりきったことでも得意になっていっています。それがまた私たちにとっては非常な魅力なのですから困ります。私たちは何と言ってよいのか、思想を感動するとでも言ったらいいのだろうか。Cが言葉を置き去りにして走ります。そうして言葉はいつでも戸惑いをしております。わかっているのです。言葉がうるさくってたまりません。なるほど、それも一人屈だ、というような、そんないい加減な気持ちで、人の講義を聞いております。言葉は、感覚から、千里も遅れているような気がして、のろくさくって、たまりません。主観を言葉で整理して、独自の思想体系として樹立するということは、大変堂々としていて、正当のようでもあり、私も憧れたことがありましたが、どうも私は哲学という言葉が平行で、すぐにメガネをかけた女子大学生の姿や、洒落神戸などが目に浮かび、やりきれないのです。私があなたのお手紙を読んで、あなたのお考えになっていることが、あなたの言葉と少しの感激もなく、ぴったりくっついて立っているのを見事に感じ、これは言葉による思想訓練の結果であろうか、あるいはまた逆に思想による言葉の訓練の成果であろうか、とにかく長い修練の末の不思議な力量を見たという思いを、消すことができませんでした。あなたがあれは間違いだと思うとお書きになると、あなたが心の底から一片の懐疑の雲もなく、それを間違いだと断定しておられるように感じられます。私たちは違います。あいつは嫌なやつだと大変好きなくせにわざとそう言い換えているような場合が多いので、やりきれません。詩と言葉との間に、小さな歯車が、三つも、四つもあるのです。けれども、この歯車は、微妙で、正確なことも信じていてください。私たちの言葉は、ちょっと聞くと、すべてでたらめの方言のように聞こえるでしょうが、司祭にお調べになったらいつでもちゃんと歯車が連結されているはずです。生活の違いかもしれません。こんな言い訳はキザなことです。悲しくなりました。よしましょう。
私があなたのお手紙のほとんど暴力に近い、それこそ身も蓋もない素朴な表現に驚嘆したのも確かな事実でありますが、その表現せられているご意見には一つも啓発せられるところがなかったというのも事実でありました。今さら何を言っていやがると思いました。私たちを変なお手本に押し込めて身動きもできなくさせたのは一体誰だったでしょう。それは先輩というものでありました。新興味だし、デッサン不正確なり、あまし、一人合点なり、文章粗雑、決め嵐、生活なし、不潔なり、不尊なり、教養なし、思想不鮮明なり、俗の野心強し、偽物なり、誇張多し、精神傾聴不白なり、自己陶酔に過ぎず、元気、おっちょこちょい、キザなり、ほら吹きなり、のほほんなりと、少し作品を潤滑に書きかけると、たちまち散々、寄ってたかって、もみくちゃにしてしまって、そんなら、どうしたらいいのですと、必死に尋ねてみても、一言の指図もしてくれず、それこそ、すがるを蹴飛ばし、張り飛ばし、意気揚々と引き上げて、やっぱりあいつはバカじゃ、などと先輩同士で主席の笑い話の種にしている様子なのですから、ひどいものです。後輩たる者も、また、だらしがなく、すっかり怯えてしまって、作品はひたすらに、地味に貧しく、踊る自由の才能を片端から抑制して、なむ誠実なくてはかなうまいと、複眼になって小さく片隅に座り、先輩の顔色ばかりを伺って、おとなしい素直ないい子ということになって、せっせとお手本の主君子やら、布袋様やら、朝日に鶴、田子の浦の富士などを勉強いたし、まだまだ私はダメですと、首相らしく言って、ため息をついてみせて、もっぱら、大化ならんことを期しているというような状態になったのです。今では私は信じています。若い才能は思い切り縦横に、天馬のごとく走り回るべきだと思っています。試みたいと思う技法は、とことんまでも駆使すべきです。書いて書きすぎるということはない。芸術とは元から派手なものなのです。けれども私はもう遅いようです。骨が固くなってしまいました。布袋様やら朝日に鶴を描きすぎました。私はあなたのお手紙を読み、今さら何を言って嫌がると思ったのはそのところなのです。もう20年早く、あなたがそれをはっきり言ってくれたならば。けれども、これは愚痴のようです。お手本を破れ。20世紀の新しい芸術は、君たちの手中にあると大声で扇動せられても、私は苦しく顔をゆがめて笑っただけでした。ということだけを、申し上げて、そのあまりの口めいたことは言わないことにいたしましょう。私もどうやらあなたと同様に19世紀の作家のようであります。いろいろ失礼なことばかり申し上げましたが、本当に私はあなたのお手紙のお言葉の内容においては何一つ啓発せられるところがなかった。けれども、私は、うろたえたのです。お手紙を持って、うろうろしました。逃れて、都を出たのです。
こいつはいかんという気持ちで、カバンにペン、インク、原稿用紙を詰め込んだのです。なぜでしょう。私は、あなたの手紙の長さに負けたのです。私ごときに、こんなに長い無駄な手紙をくださる。あなたのバカな情熱に、狼狽してしまったのです。これだけ長い文章を、もし、原稿用紙に書いたら、あなたは大変な原稿料を受け取ることができるのにと、いやしい惨憺の思いをさえ抱きました。あなたは今、ひどく退屈しておられるのではなかろうかとも思いました。私だけでなく、他の誰彼にも、こんな長い手紙を、ムキになって書いておられるのではないだろうかと思えば、いよいよ狼狽するばかりでありました。私はあなたを、ずいぶん深く愛しているようです。日常の手紙などで、あなたのもったいない情熱を、こんなに乱費されて、たまるものかという気がしました。私は、自分を愛するよりも、あなたを愛しています。私は、苦しくなりました。そうしてつくづく、あなたをダメな、いい人だと思いました。大地という言葉がありますが、あなたはそれです。底抜けのところがあります。やはりあなたは有数の人物だと思いました。今度は、もういいから、私にも誰にも、あんな長い手紙は書かないでください。平行です。もうわかりました。私は、作品を書きます。書きます。こいつは、かなわんという気持ちで、私は、カバンにペン、インク、原稿用紙、聖書などを詰め込んだのです。思えば、馬鹿らしい旅でした。何一つ、いいことがありません。もう今夜で、散泊することになるのですが、仕事は一枚もできません。最初の夜から大失敗でした。それをお知らせいたしましょう。私には仕事の副案が一つもなかったのです。できれば一つ、ラブロマンス。お笑いになりましたね。そいつを書いてみたいという思いが、心のどこかの隅に、かすかに、うずいていたようです。文学とは、恋愛を書くことではないのかしらと、この年になって、ちょっと思い当たったこともありましたので、私の最近の行き詰まりを、女性を愛することによって、打開したいなど、柄にもない願望を、ちらと抱いた夜もあって、今度の旅行で何かヒントでも得たら、しめたものだと、陳腐な中学生式の空想もあったのでした。私には旅行が珍しかったものですから、それで少しウキウキしていたというところもあったのでしょう。哀れな話ですね。若い、華やかなインスピレーションが欲しさに、私は、大しくじりをいたしました。最初の晩、ご飯のお給仕に出た女中は、27、8歳の、足を外八文字に開いて歩く、横に、広い体の人でした。目が細く、小さく、両頬は真っ赤で、おかめの面のようでありました。何を考えているのか、どういう性格なのか、よくわからないような人でありました。私は、宿の客が多いか、何月頃が一番忙しいか、そうか、姉さんはこの土地の人か、そうか、
などと、少しも知りたくないことばかりを無理しておぎりに質問しては、女中が答えない先からうなずいたりしていました。女中は聞かれたことだけをはっきり一言で答えて、他には何も言いません。不愛想な女中でした。私は退屈しました。ちっとも話題がなくなりました。私は重苦しくなりました。二本目のお調子に取り掛かったとき、どういう風の吹き回しか、ふいと坂田藤十郎のことが思い浮かんだのです。芸に行き詰まり、一夜偽りの声を仕掛けて、やっとインスピレーションを得た。悪いことだが、芸のためにはやむを得まい。私も実行しよう。すぐに、きっと眉を上げて、女中さん、と、声の調子を変えて、呼びかけました。君を好きなんだ、とかなんとか、自分でも呆れるくらい、下手なことを言って、そっと、女中の手を握ろうとしたら、ひどいことになりました。女中は、何知るで、と、大声で叫んで立ち上がり、獣のような醜いまずい表情をして私を睨み、当てにならねえ、非常時だに、と言いました。私は肝の潰れるほどに驚騰し、それから不愉快になりました。うぬぼれちゃいけない。誰が君なんかに本気で恋をするものか。と私もがらりと態度を改めて言ってやりました。試してみたのだ。昔、坂田藤十郎という偉い役者がいてね、と説明しかけたら、また大きな声で、いい加減言うじゃ、寄るな、寄るな、とわめいて、両手を胸に当て、一人で身もだえするのですが、なんとも、まずい形でした。私は酔いも覚め、すっかり真面目な気持ちになってしまって、誰も君に寄りゃあしないじゃないか。座りたまえ。僕が悪かったよ。15の女性は皆、君のようにしっかりしていなければいけないね。などと言って、褒めてやりましたが、女中は、いかにも私を軽蔑し果てたというように、ふんと言って、襟をかき合わせ、済まして部屋から出て行きました。私は残ったお酒をぐいぐい飲み、一人でご飯をよそって食べましたが、実に馬鹿らしい気持ちでした。藤十郎が、こんなひどい目に遭うとは、思いも設けなかったことでした。とかく、昔の伝説通りにはいかないものです。何知るでーには、驚きました。インスピレーションも何も、あったものではありません。これでは藤十郎の方で、悔しく、恥ずかしくて形がつかず、首をくくらなければなりません。その夜、お膳を下げに来たのも、布団を延べに来たのも、あの外八文字ではありませんでした。痩せて、皮膚の汚い、狐のような顔をした、40ぐらいの女中でした。この女中までが、私を変に警戒しているような風なので、私は、うんざりしました。あの外八文字が、みんなに吹聴したに違いありません。その夜は私も痛風してなかなか眠られぬくらいでしたが、でも明くる朝になったら恥ずかしさも薄らいで、部屋を掃除しに来た外八文字に、夕べは失敬と笑いながら軽く言うことができました。
やっぱり男は40近くなると羞恥心が多少麻痺してずうずうしくなっているものですね。10年前だったら私は昨夜もう半狂乱で脱走してしまっていたでしょう。自殺したかもしれません。外八文字は私がお詫びを言ったら不機嫌そうに眉を潜めてちょっとうなずきました。大変もったいぶっています。私はもうこの女とは一言も口を聞くまいと思いました。実にくだらない。昨日は一日いっぱい寝転んで聖書を読んでいました。夜もお酒は飲みませんでした。一人で渓流のそばの岩風呂に体を沈めて、心貧しき者は幸いなるかな、心貧しき者は幸いなるかな、と何度もつぶやいてみましたが、そのうちに大きい声で、いい仕事をしろ、バカ野郎、いい仕事をしろ、バカ野郎というようになりました。それから小さい声で、いい仕事のできるように、いい仕事のできるように、とつぶやいて、ひどく悲しくなって、真っ暗い空を仰いで、もっとうんと小さい声で、いい仕事をさせてください、と、囁くように言いました。渓流の音だけがものすごくて、渓流の音といえば、すぐに今日のお昼の失敗を思い出し、首筋を縮めます。実は今日のお昼にまた一つ失敗をしたのです。今朝私は岩風呂でない方の洋式のモダン風呂の方へ顔を洗いに行って、脱衣場の窓からひょいと外を見ると、すぐ鼻の先に宿屋の大きい土蔵があって、その戸口が開け放されているので、薄暗い土蔵の奥まで見えるのですが、土蔵の窓から霧の葉の青い影が入っていて、涼しそうでした。女が座っているのです。奥に畳が2枚敷かれていて、簡単服を着た娘さんが、その上にちゃんと行儀よく座って、縫い物をしているのでした。悪くないな、と思いました。丸顔で、そんなに美人でもないようですが、でも、緑の墓毛を背中に受けて、せっせと針仕事をしている孤独の姿には、処女の気品がありました。変に気になって、朝ごはんの時、給仕に出てきた狐の女中に、あの娘さんは何ですか?と尋ねてみました。狐の女中はにこりともせず、あれは近所のお百姓の娘さんで、毎日あそこで宿の浴衣や布団を繕っているのです。いい人が出征したので、この頃寂しそうですね、と感動のない口調で言って、私の顔をまっすぐに見つめて、今度はあの人に目をつけたのですか?と失敬なことまで口走るので、私もムッとしました。少なくとも君たちよりは上等だね、と言ってやろうかと思いましたが、こらえて、ただ苦笑してみせました。お昼ごろ、廊下の遠い椅子に腰掛けて、谷底の渓流を見下ろしていたら、釜ヶ淵という一畳くらいの小さい滝の落ちているあたりに、女の人がしゃがんでいるのにふと気がついて、よくよく見ると、どうもあの土蔵の人のようなので、私はいたたまらなくなりました。寂しそうな人の姿を見ると、私は
自分に何もできないのが分かっていながら、何かしてやりたくて、てんてこまいしてしまうのです。とても、じっとしていられなくなります。私は立ち上がり、浴衣をちゃんと着直して、ハンケチで顔の油を拭い、そうして、カバンの中から財布を取り出して、懐に入れました。私は、旅慣れていないせいか、財布が気になってなりません。部屋を出るときは、トイレットへ行くときでも、お風呂へ行くときでも、散歩に出るときでも、必ず懐へ入れて出ます。お金が惜しいというわけではなく、亡くなったとき、いろいろ騒ぎになる。その騒ぎが嫌なのです。私は岩風呂へ降りて行って、そこからスリッパのままで鎌ヶ淵の方へ、ブラブラ、何気なさそうに歩いて行きました。女の尻を追い回す、という、最下等の嫌な言葉が思い浮かびましたが、私の場合は、それと違うのだというような気もして、そんなに天の呵責も感じませんでした。なんとかして、一言、慰めてやりたかったのです。女の人は、私の方を、ちらと見て、立ち上がりました。私は、ここぞと微笑して、毎日大変ですね、と言ってやりました。女は、え?と聞き直すように、小首をかしげて、私の方を見て、当惑そうに、かすかに笑いました。聞こえないのです。球団は、共感し、怒号し、白く、ふつふつと煮えたぎって、情本している始末なので、よほどの大声でなければ、何を言っても聞こえないのです。私は、よほどの大声で、毎日、大変ですね、と、絶叫しました。けれども、やっぱり本端の教官に、おみくちゃにされて、聞こえないのです。女はいよいよ当惑そうに目をパチパチさせて笑っています。私はやけくそになって吠えるようにもう一度、毎日大変ですねと叫びましたが、女はやはり、え?と聞き直すように私の顔を見つめます。私は、しょげてしまいました。毎日大変ですねという言葉そのものが一体何のことやらわけがわからない。馬鹿らしいもののような気がしてきて不機嫌にさえなりました。私は諦めて岩に砕けて踊る水松をしばらく眺め、それから帰りました。部屋へ帰ってから財布が懐にないことに気がつき、うろたえました。きっと、鎌ヶ淵あたりに落としたのだ。そうして、あの女に拾われてしまったのだと、なぜだか、電光のごとく、きらりと思い込んでしまいました。きっとあの人には盗癖があって、拾っても、知らぬふりをしているのだ。あんな寂しそうな女には、意外にも、盗癖があるのだ。けれども私は、許してやろう、などと、少しロマンチックな興奮を取り戻して、部屋を出て、また、岩風呂の方へ、降りていく途中で、その財布が、私の浴衣の背中の方に、回っているのを発見して、心から、苦笑しました。私はラブロマンスを諦めます。50円という台の貧乏小説を書こうと思います。50円持って旅に出た貧しい小心者が、そのお金を
どんな具合に使用したか。汽車賃、電車代、茶代、メンソレタム。一線の師とも偽らず、正確に報告する小説を書こうと思います。ふざけたことばかり書きました。今日は女房から手紙が来ました。ご自重くださいと書かれていましたので、げっそりいたしました。しずこ、私の一人娘です。5歳になります。もう、おとなしくお留守番をしています、とも書かれていました。どうしても、ここで一遍、小説を書かなければ、家へも面目なくて、帰れない気持ちです。毎日、こんな、だらしないことでは、どうしようもございません。どうやら、今夜の手紙も、しどろもどろ。あなたの言葉で言えば、嘘だらけの手紙になりました。かなぶんぶんが、次から次と、部屋へ入ってきて、どうも落ち着いてかけませぬ。この部屋は、この宿のうちで、最下等の部屋のようであります。襖の枝が、全然なっていません。一本の梅の枝に、うぐいすが、6羽、並んで止まっている絵があります。見ていると、腹が立ってきます。ひどい絵です。だらだら勝手なことばかり書いてきました。いちいちお読みくださったとしたら、恐縮です。でも、もう怒らないでください。あなたはすぐ怒るからいけません。もう、あんな長い堂々のお手紙ばかりは、ごめんですよ。ご存知ですか？私は、あなたとこんな手紙の往復ができて、幸福なんですよ。私は、20も若くなりました。そうそう、豚主。7月7日、深夜、木戸一郎、井原泰造様。木戸くん。やっぱり自分の方が、君より役者が一枚上だと思った。君は、何のかんのと言いながらも、とにかく仕事を始める気になったじゃないか。自分の長い手紙も、決して無駄ではなかったのです。作家は、仕事をしなければならぬ。ひょっとしたら自分も、2、3日中に旅に出ることになるかもしれない。その時には、君の宿へも、立ち寄ってみたいと思っている。面白い宿です。外八文字は案外、君に気があるのかもしれぬ。もう一度話しかけてみたらどうですか。とりあえず、短いはがきを。不一。7月9日、井原泰造。